江戸時代前期に運動があったということが分かったということはとても重要な意義があると考えています。というのも運動はそれだけ単独であるわけではなくて、度量衡というシステムというものがその社会にあったということですから、いろいろなものの重さを測るときに厳密に重さを定義しなければいけない、精密に重さを測って物の取引とかが行われていたということが証明されたということで、社会的歴史的な意義は大きいと考えています。